皆さんこんにちは。今日はこのコースで遊んでいくよ。地下の採掘場。YouTube のコメント欄にいただいたコースなんだぜ。こんなグダグダプレイなウプ主ですが許してつかあさい。つかあさいって、お前いつの時代の人間なんだよ。まあまあ、そんなことどうでもいいのでありんす。霊夢がおかしくなっちゃったよ。どうしようマリサ。いちいち反応して突っ込んでるとつけ上がるから放っておくのが一番なんだぜ。了解しました。了解なんてしなくていいから、ちゃんと実況やっていこうよ。そうだな、せっかくコースを送っていただいたのに、このままじゃ申し訳ないもんな。ちなみに全自動や半自動コースなんかは雑談だけで終わっちゃうことが多いのでご注意くださいね。演奏系のコースは、私たちが喋らなくていいから楽なのでどんどん送ってきてくださいってウプ主が言ってたよ。あ、このコースは赤コインがあるんだね。でもあのコインどうやって取ればいいんだ？ボム兵を蹴っ飛ばして当てればいいんじゃないのかな？マリオ1のスキンだと、それがなかなか難しいんだよね。かなりグだったので、カットします。結局ぶつけられなかったね。もしかして、下に地面があるんじゃないかな？はい、ありませんでした。ちょっと赤コインは後回しにして、先にドアの方に行ってみることにしたんだぜ。んと、ここはどうすればいいのかな？おっかなびっくり叩いてみたハテナブロックの中身は、キノコでした。でも、この後どうすればいいのかが全然わからないんだぜ。ボム兵を利用するコースみたいだし、とりあえず全部爆発させてみるね。何も変わらないな。ヨウム、何か気づいたことあるか？この浮き輪の模様ってスイカの皮にそっくりだよね。どうでもいいよ、そんなことは。一旦扉でリセットして、今度はボム兵をあの浮き輪の先に蹴っ飛ばしてみます。あの浮き輪、本当は〇〇っていうらしいんだけど、このチャンネルではこれからも浮き輪って呼ぶことにしたいと思います。それに関して苦情要望のある方は、高評価とチャンネル登録を済ませてからお願いします。んと、これはまたやり直しかな？蹴るタイミングが悪いのかなんなのか、最初のブロックしか壊すことができなかったな。でもまあ、こうやってすぐにやり直しができるのはありがたいよね。いわゆる鬼畜コースだと、一発勝負でやり直しが効かないもんね。やり直しができるのはいいんだが、霊夢相変わらず無駄なダメージを食らってしまうのは何とかした方がいいんだぜ。これでも少しは上手くなってきたと思うんだけどな。マリオメーカーのプレイスキルも言い訳のスキルも、全く上がってないと思うよ。あ、やばいよマリサ、ヨウム。え、どうしたんだ？何があったの？今ウプ主仕事開けてからこの動画の編集してるんだけど、もうそろそろ眠くて寝落ちしちゃいそうって言ってるんだよ。む、視聴者様にいただいたコースでそれだけはしてはいけないんだぜ。こうなったら早く編集が終わるように、霊夢が早くクリアしちゃうしかないよ。あ、でもまだ中間ポイントだし、結構先は長いんじゃないのかな？たとえコースが長くても、お前が無駄な動きを一切せずにスムーズにやっていけばそんなに時間かからないだろう。そんなの無理に決まってるじゃん。私だよ。このグダグダプレイが売りの私にスマートなプレイを期待するなんてマリサバカなの？ヨウムちょっとこいつを怒ってくるから後は任せたんだぜ。何するの？いやーやめてあ、二人ともいなくなっちゃった。まったく、私だけでどうすればいいにょん。あ、そういえば他のチャンネルでは、私の語尾はにょんって言ってることが多いんだけど、ウプ主はシャイでなんだかにょんっていうのが恥ずかしいらしいから、ここでは私は普通に喋るね。あ、これはどこかで見たことがあるよ。確か、ファイヤーを連続でぶつけてあげるとボム兵を浮き上がらせることができるんだったよね。何か出てくるのかなと思ったけど、そういうわけじゃないみたいだね。あ、二人ともお帰りなさい。霊夢の顔がやばいことになってるよ。マリサ、一体何したの？何？大したことはしてないんだぜ。今後3ヶ月分のお賽銭は全部私によこすっていう契約書にサインさせただけなんだぜ。それって実質的に死刑宣告なんじゃ。毎回毎回私に向かってあんな口を聞いていたからな。ヨウムさん、いやヨウム様お願いします。どうか私にご飯を恵んでください。わかったよ。だからもうあんなバカなことマリサに言うんじゃないよ。はい。私はバカでダメでどうしようもないダメまんじゅうなので、二度とマリサ様には逆らえません。マリサこれは少しやりすぎなんじゃないの？一応、マスパ食らうのとどっちがいいか選ばせてやったんだぜ。なるほど、どっちを選んでも地獄だったっていうわけなのね。マリサ、恐ろしい子。結局赤コインは集めなくてもゴールできたんだぜ。あの扉の先が気になる方は、ぜひプレイしてみてくださいね。私はもうそんな体力はございません。では、今日はこれで終わります。
2日に1回投稿していこうと思っているので、次回は日曜日の夕方の予定です。